こんにちは、あるいはこんばんは、ちびたです。ゼロから始める総敵の天下統一、やっていくよー。朝倉総敵、寿命までに天下統一の再挑戦となります。総敵はどうやら天下統一を果たさないと成仏できないようです。果たして何周目で無事目標を達成することができるでしょうか？現在は52周目で3年目が終わったところです。では早速進めていきましょう。まず滅亡寸前の斎藤家、最後の城を武田家に持っていかれるわけにはいきません。取り急ぎ国衆部隊を向かわせます。めちゃくちゃ大回りしますね。織田家は敵勢力ではありますが、停戦中なので通らせてもらいましょう。ちょっと通りますよー。その織田家との停戦明けに備えて、遠方の軍を濃尾平野に集結。織田家との停戦は解除。南からは松平家をイベントで吸収した今川家が迫っています。織田家の最後の城も今川家に持っていかれるわけにはいきません。名古屋城から攻略しましょう。神保家からの援軍要請。臨戦態勢の越後の優が強すぎます。畠山家と武田家にも援軍を要請して迎撃。六角家の侵攻。沢山城は兵力残しておいたんですけどね。地方八方から攻められつらいです。とりあえず金山城制圧。斎藤家滅亡。あら、美濃のまむし斎藤利政の登用が失敗しました。毎回忠誠度は低いものの登用は失敗したことないんですがね。甘いです。高政を討ち取っちゃったからか。山名家からの侵攻。まさか攻められるとは思っていませんでした。将軍に援軍を頼みつつ、六角とは将軍の意向で停戦。そして総敵が騎乗したタイミングで本拠地を稲葉山城に移転しておきます。名古屋城制圧。鳴海城は今川家によって落とされていました。織田家は残り犬山城のみです。早速攻め滅ぼしましょう。あ、今川家、武田家に仲介を頼みましょう。武田家役立たず、将軍家は信用が足りない。迎撃するしかないか。合戦のお時間です。今川軍は大元撤退が対象ですね。威風ドーン。とりあえずこの威風で時間は稼げるので、将軍の信用がたまり次第停戦しましょう。対今川家はこちらから攻め込んで威風大を起こしたいです。武田家の信用が100に到達。武田家とは末永くお付き合いするつもりなので、婚姻を。姫がいないなんてこったい。そして神保家は滅亡していました。余計な手出しをするからこうなるんだ。犬山城制圧。織田家滅亡。地以外は登用できました。観念せよと、ここまで進めてきましたが、斎藤利政の登用失敗、将軍家の仲介の乱用、神保家の滅亡、とうとう動きに制裁が欠けていたためやり直しましょう。利政の登用失敗がおそらく高政を撃ってしまったことにあるため、大垣城攻め前まで戻します。リセット。まず椎名家を攻め滅ぼしてしまったがゆえに、長尾家に滅ぼされてしまった神保家、長尾家から守るのは厳しいため、であれば従属に馳せずに滅ぼしてしまいます。加賀の部隊は神保家攻めに向かわせます。残りの部隊は大垣城へ。合戦のお時間です。リセット前と違い、主力の多くが神保家攻めに行っているためここにはいません。威風ドーン。はい、負けました。リセット。威風ドーン。なんとか大垣城制圧です。残党を始末していたら六角家からの侵攻。これはリセット前にはなかった展開。
加賀の部隊が近江周辺にいないのと、神保家攻めと大垣城攻めで兵力を消耗してしまったからでしょうか。仕方がありません。将軍家に仲介を依頼。しかし6000くらいなら大垣城周辺にいる部隊だけでも、どうにかなったかもしれませんね。沢山城を攻めれなくなった六角家は織田家を攻めるようです。これはちょっとまずいかも。神保家の富山城、制圧。神保家滅亡。嫌な予感的中、松平家が安昌城を攻めています。ここを取られると織田家は一気に3部隊減ってしまうため、威風が起こしづらくなります。濃尾兵や攻略に暗雲が立ち込める。結局長島城は六角家と奪い合う形に、六角家が先行したため指を加えて見ているだけ。六角家が落とした長島城をすかさず包囲。長島城、制圧。遅れて到着した六角家の援軍を合戦で一掃。一度合戦を失敗してリセットしたのは内緒です。そしてそのまま濃尾平野の織田家領地に流れ込むのですが、織田家に対して威風を起こせていないので、領地の制圧に時間がかかり全然進めません。これはダメですね。リセット。56周目。長島城を奪い合う形は良くない。無駄に時間括弧容量を使ってしまいます。で、あれば、長島城を攻めている六角の裏を取って観音寺城攻め。観音寺城、制圧。しかし、そのまま日の城までを攻める兵力は残らず。騎乗します。観音寺城を攻めたことで、六角家の長島城攻めは失敗したようです。これならまだ太陽だけの威風の可能性はあるか？長島城へ向けて進行していたら、松平家が鳴海城を攻め始めました。ああ、斎藤家も武田家から攻められているため、これでは威風中は起こせない。ならばと、織田家は諦めて六角攻めに転身。あ、将軍、六角攻め断念。56周目は諦めてリセットします。といったところで今回はここまで。長島城で織田家に対して威風中を起こすことが、絶対条件のようです。次回は改めて大垣城攻めの前からやり直したいと思います。大垣城で斎藤家に対して威風中を起こす。隙をついて進攻してきた六角家を仲介せずに迎撃する。神保家を吸収する。長島城で織田家に対して威風中を起こす。これらが3年目で達成しなければいけない目標のようです。総敵は無事、寿命までに天下を統一し、蘇りのループから逃れることはできるのか？次回もお楽しみに。チャンネル登録高評価、コメントもよろしくねー。ご視聴ありがとうございました。